沖縄が誇る農産物の一つパイナップル。今そのパイナップルが社会問題を解決する新たな一手として注目されています。パイナップルの廃材を服やストローに自由自在に変身させる企業を取材しました。信記者のリポートです。パイナップルの葉っぱや茎の廃材を利用したストローやスプーンなどを販売する会社フードリボン。実はストローやスプーン以外にも農家の所得向上や児童労働などの社会問題の解決のためにパイナップルの廃材の新たな活用方法を見出しました。私たちが毎日着用している服です。オーガニックコットンよりも環境に優しい、そして量としてもポテンシャルは莫大に量があるというものを普及させていくことができれば本当に大きな市場が見込めると。洋服には化学繊維と天然繊維が使用されています。化学繊維の服は洗濯排水を通して繊維の一部が海に流れ海洋プラスチックの原因とされる一方、天然繊維も国際的に児童労働などの問題をはらんでいるといいます。天然繊維の代表であるコットンがほとんど天然繊維は占めておりまして、ただそのコットンの中でも児童労働の問題だったり強制労働の問題だったり水資源を多用していることとか、あと農業の中でも農薬を一番使用しているっていうことがありまして、サスティナブルなそういった素材が求められている。これらの問題を解決するための手段としてオーガニックコットンが注目されていますが、コットンの中でもオーガニックコットンの普及率は 1% しかありません。そこで宇田さんは問題解決の突破口としてパイナップルの葉っぱに注目しました。ただその 1% 以下のオーガニックコットンですらも4000億円以上の市場がありまして、需要はとてもあるんですけれども供給が追いついていないという現状があります。繊維のために畑を新たに作るんではなくて、もともと私たちが食べるために作られているパイナップルやバナナの畑から副次的に得られる資源ということがとてもポイントで、宇田さんはパイナップルの葉っぱを特殊な機械に通して洋服に使う繊維を取り出すことに成功しました。それがあることによって今までは遠くの工場まで運んでそこで初めて繊維が抽出できるっていうようなところだったのが、農家さんが葉っぱや茎をですねいらなくなったタイミングでその機械に入れていただけることで連続的に繊維が取り出せるっていうようなマシンになっております。現在は特許申請中のため実物は公開されていませんが、この機械を農家に貸し出した後農家が繊維を抽出、重量に応じて利益の一部が還元される仕組みで、今後沖縄だけでなく全世界で展開される予定です。年内にインドネシアとインドでスタートします。東南アジアの発展途上国っていうところがですね本当に農家さんが貧しくって、インドネシアとかだと月収が平均2万円、基本的にそのいつもの農家さんの作業に1日あたり数時間この作業を加えていただくことで概算ではあるんですけども農家さんの所得が 1.5 倍ぐらいになるのではないかと概算しております。この残ったその葉っぱの方ですね、この葉っぱの方を機械にかけて、繊維を取っていただくと。実際に沖縄で機械を使用しているパイナップル農家の宮里さんです。パイナップルは収穫すると果実を取って後の要は葉っぱが茎が残るんですけど、処分するのもですね結構手間暇がかかって大変なところが一つあると。これがやはり葉っぱの方から繊維が取れるとなるとまた一つ新たな付加価値がつくんじゃないかなと。でまたそういった形で利益が生まれるんであれば、再度人の雇用とかですねそういったのにもつながるんじゃないかなと。すでに有名ブランドを含む多くの企業からオファーを得ているというこの事業、宇田さんは今後拡大していくに伴い
沖縄での雇用創出につなげたいと話します。原材料であるパイナップルとかバナナがあるのって日本国内でも唯一沖縄ですので、私たち その原点がある沖縄の大宜味村にですね、こういった天然繊維産業っていうものづくり産業を作るっていうことを考えております。なのでそれがその県内のですね、その女性のシングルマザーの方を積極的に雇用させていただいたり、観光業といった第三次産業が多く製造業が少ない沖縄で、今後パイナップルなどから取れたサステナブルな繊維や服が世界に届けられる日はすぐそこなのかもしれません。気になる手触りなんですけれども、はい、朝よりもドライで涼しそうな生地だということで、取材した信記者は夏服にマッチしそうだなと感じたそうです。これまでも同じ取り組みがあったということなんですけれども、今回は農家に機械を無償貸与することで、農家自身が繊維を取り出すことができるので、水分を含む葉っぱそのものを納品するよりも輸送コストが大幅に削減されるということです。これまで手間をかけて処分していたものから新しい価値を生み出していくということで、これパイナップル以外にも普及していけば、もうこれ農家の所得が向上して深刻化する農業離れに歯止めをかけることにもつながりそうですよね。そうですね。現在は太陽光発電を一部使っていますが、それを 100% にしていくことが今後の検討課題だとしています。